はい、皆さん、こんばんは。はい、肝付きです。いやですね、今日は、こうやって見えるようにね、ちょっと何かの説明をしようと思ってですね。何かっていうとですね、最近、よく歴史とかをね、教えてる、オリラジの中田敦彦さんですかね、とかが、いろいろな、歴史の流れとかをこうやってるので、ね、ちょっと僕もやりたくなってみたので、ちょっと自分ができる範囲でね、そういうのを伝えていけたらなと思うので。なので、音楽史ですね。音楽史って言っても、いわゆる、ああいうクラシックとか、ああいうのとはまた別で、ポップス史っていうんですかね、いわゆる僕もドラマーなので、そのドラム、とかがね、出てきたあたりぐらいの、説明とかができたらいいなと思っております。はい。ではですね、早速そんな感じで、やっていきたいと思います。エクストリーム音楽史ドラマー編とかがいう感じですかね。エクストリームって言ったらちょっと怒られるかもしれないですけども。ポピュラー早見表みたいな感じでしょうかね。はい。ではそんな感じでちょっと説明の方をさせていただきますね。説明を始める前にですね、こういったことをですね、なんで教えるかっていうとですね、教えるというか、伝えるかっていうと、こういった流れがあって、音楽っていうのが進んできましたよっていうことと、あと、それに対してですね、ドラムセット、ドラムとか、そういったことに関して、またどんな風にそれが動いていったかっていうことをですね、説明できたらなと思っております。はい。ではですね、まず一番最初の1900年ってとこなんですけども、この1900年っていうのは、どんな時代だったかっていうと、本当、レコードというか、そういうものというのがですね、1800何年代ぐらいだったかな、1800年の終わりぐらいに発明されるわけですよ。それ誰が発明するかっていうと、人なんですよね。エジソン。エジソンがレコードをここで発明するから、一応こういった感じで、いろんなところでそういった音楽を聴けるようになったっていうことですね。で、それで、その1900年ぐらいからどん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 そうやって、いろんな音楽っていうのがどんどん進化していくんですけども、実際この時期に流行っていた音楽っていうのは、ジャズですね。ジャズ。で、またこのジャズっていうのもいろんな形を変えていくわけですね。で、このジャズっていうのが、この当時はどんな感じだったかっていうと、ここにはちょっと書ききれないんで書いてないんですけども、ディキシーランドジャズだとか、もうほんともっと古いやつですね。もう今みたいにチンチッチチンチッチってやるような、そのジャズじゃない頃のやつですね。もうほんと一番最初の、ジャズって言われるようなやつなのかもしれないですね。はい。で、この時からドラムセットっていうものが入っているようなものがあったり、入ってないような、録音っていうのも、あるみたいですね。はい。で、この1900年ぐらいのこの辺の話なんですけども、ちょっとドラムセットの話もちょっと交えて話しますと、一番最初にドラムセットを初めて使ったっていうね、この人が D.D. エドワード・チャンドラーなんですね。チャンドラーさん。この人は古太鼓の奏者だったみたいで。で、その古太鼓の奏者だったんですけども、古太鼓と大太鼓の人で喧嘩をしたらしいんですね。喧嘩を。で、喧嘩をして、もうどうしようかなってなって、自分でやっちゃったらしいですね。足で踏んだかどうかはわからないですけども。叩きながら、もしくは右手でなんかバスラムしながら、みたいなとこから、このドラムセットっていう概念がこの時に生まれたらしいですね。そう考えるとものすごい偉人なんですけど、全然名前知られてないですね。D.D. エドワード・チャンドラーさん。そういったドラマーの人がですね、そういうのでいて、
で、また結構またそれで有名なドラマーさんっていうのがいてですね、それがベイビードッズっていう方なんですけども、まあこのベイビードッズっていう方はですね、まあこういった1900年から1910年代、まあこのルイ・アームストロングって書いてるんですけど、まあこの人は確か、まあトランペットかなんかの管楽器の人だったんですよね。で、まあこういうルイ・アームストロングさんがいろんなジャズをこう作っていくわけですね。まあこのルイ・アームストロングっていう方も割とそこまで有名というか名が知れてるわけではないですよね。まあここには書いてないですけど、マイルス・デイビスさんとか、まあその辺がやっぱ有名なのかなとは思ったりしますけども、まあただこの世代でですね、結構重要な人物というか、まあこの人を起点に音楽っていうのが動いてたみたいな感じだと僕は思うので、まあ今ここにちょっと名前を挙げさせてもらいましたけど、まあそんな感じでそのベイビードッズっていう人がですね、まあその当時の売れっ子のドラマーだったわけですね。でその売れっ子のドラマーだったんですけども、またこの人にまつわる話なんですけども、まだこのベイビードッズっていうこのドラマーのいる頃はですね、まだハイハットっていうのがなかったんですね。実際スネアドラムがあって、バスドラムがあって、で、まあ、シンバルっていうのもついてはいたんですけども、その頃はまだあんまりちゃんとした使われ方されてなかったんですよね。でまあその中でこの人が叩いてたんですね。その時にはまだスネアのリズムですね、スネアを叩いてアクセントを入れたりとかしてリズムを出してたんですけど、でその時にこのベイビードッズっていう人が演奏しているのを観客が見ていてですね、その観客の一人が、そのベイビードッズさんがですね、ずっと左足を動かしているらしかったんですね。まあちょっと左足をずっと動かしてリズムを取ってるんだから、その左足っていうのをもっと何かに利用できないかなって言って、ここでローボーイですかね、ハイハットの原型が生まれるわけなんですよ。これは別名ローボーイですね。で、本当は確かこれソックシンバルとか言われるものがここに作られたんですね。で、これがどんどん進化していって、もう本当はハイハットのすっごいちっちゃいやつなんですね。もう足で踏むだけのやつ。で、それがどんどん高くなっていって、ハイハットっていう楽器が生まれてきました。で、この時のベイビードッツさんをこう見てたですね、観客っていうのがですね、後のラディックっていうドラムのブランドがあるんですけども、そこの創設者の、ラディックさんだったみたいですね。ラディックさん。で、綴りがこういうですね。これでラディックって読みます。これラディック。はい。で、まあ、あとこのラディックっていうこの名前なんですけども、結構面白いことに、ベートーベンいるじゃないですか。ベートーベンの本名って、ルートヴィッフィ・ヴァン・ベートーベンなんですけども、ルートヴィッフィっていうのは、こう書くんです。ルートヴィッフィってなんかドイツ語なんですかね。で、言うと、ルートヴィッフィはラディックって書くんですよね。まあ、すごいですよね。そう考えると。まあ、何かしらの因果があるのかな、と思うんですよね。まあ、そういう、ハイハットっていう概念を開発したのが、そのラディックの創設者の人だったっていう話ですね。はい。で、まあ、こういった人がいてですね、まあ、いろいろと変わっていくんですけども、で、まあ、そのジャズの中でですね、またいろいろ動いたりはするんですけども、まあ、後に、このジーン・クルーパっていう人と、このバディ・リッチっていう、この二人のその名ドラマーがですね、まあ、いろいろ、こう、そういったドラムのですね、そのシーンを盛り上げていくんですけども、で、このまあ、ジーン・クルーパっていう人はものすごい人なんですね。多分調べたら出てきたりするんですけども、動画とかでも。まあ、ものすごく、まあ、特徴的なんですね。で、すごく、いい顔して叩くんですよ。で、またこのジーン・クルーパっていうのと、このバディ・リッチっていうのは、まあなんかライバルみたいなね、なんか雰囲気で、その当時あったんですよね。で、まあ実際に恋仲というか、
このバディ・リッチの奥さんっていうのがこのジーン・クルーパっていう人の、元恋人だったらしいですね。まあそういうところでもなんかあったらしくて、でもまあものすごく仲は良かったらしいです。で、まあ、このジーン・クルーパっていうのはいろんな人に影響を与えてるわけであって、まあ後からちょっと説明はしたりするんですけども、まあ本当いろんな人の、憧れみたいな感じですね。うん。で、まあバディ・リッチはバディ・リッチで、もう本当ドラムの神様だと僕は思ってますね。まあ本当にすごい人です。本当にすごいです。もう、さ、この人のドラムソロの18番みたいなのがあって、もうものすごく速い状態でバーって上がっていって、で、そのまた速い状態のまま、ものすごく大きい音にしていくんですよね。まあそれが本当にすごい技なので、まあこれも調べ、YouTube とかで調べたらこれも出てくると思います。はい。で、まあちょっと音楽史にちょっと話は戻るんですけども、まあ実際このジーン・クルーパーとこのバディ・リッチっていうのは大体この、なんていうんですかね、1950年とか60年代だとか、この辺にちょっと出てきます。もうだいぶ新しくなるんですよ。で、まあ、その間に何があるかっていうと、この1920年代っていうのは、まあ、いろいろな音楽がちょっと生まれようとしてた時なんですよね。で、まあ、ヒルビリーだとか、カントリー&ウエスタンだとか、こう言ったりするんですけども、このヒルビリーっていうのは、ロカビリーとかあるじゃないですか。ロカビリー。ロカビリーっていうのは、ロックとヒルビリーっていう音楽が合体して、ロカビリーってのになったんですね。で、その、ロカビリーの、原型になったこのヒルビリーっていうのは、もともと、そのアメリカの、その民謡であったりとか、まあそういうアメリカに元からあった音楽っていうのを、そのまま作り変えたというか、まあいい感じに作ったっていうものがそのヒルビリーって言われるものだったらしいですね。で、カントリー&ウエスタンってこういうような言葉っていうのも、もしかしたらご存知かなもしれないんですけども、実はこのヒルビリーとこのカントリーウエスタンっていうのは、実はレコード会社の名前なんですね。レコード会社。だからヒルビリーっていうその流れっていうのは、実際、全然意味がわからないっていう感じなんですよね。まあ本当ヒルビリーってどういう意味かわかんないですけど、まあなんか多分土地の名前だと思います、これも。で、その名前っていうのがあんまり良くなかったのか、ちょっとわかりにくかったのか、でカントリー&ウエスタンっていうレコード会社に名前を変えたんですね。はい。まあそういうような感じでこの1920年代っていうのはそういうような動きを見せますね、アメリカとかで。うん。で、まあ、そのまま1930年代とかになるんですけども、まあ、ちょっとこう、第二次世界大戦とか書きましたけども、まあ、ちょっと、もうちょっと後ですね。1940年ぐらいから、まあ、もう少し後ですかね。まあ、ちょっと、世の中がちょっと戦争をしだすこの時代なんですよね。ですので、まあ、その間に、あんまり音楽をしようって気にならなかったらしくて、あんまりこの音楽が進んでないんですよね。で、こういったジャズとかっていうのも、まあいろいろその中ではあったんですけども、まあズバッバッと説明すると、そのままビバップっていうような形式に変わるわけです。まあ要するにこのビバップっていうのが、いつも聴いてるような、まあジャズのイメージっていうのがここで出てくるんですね。ビバップ。で、そのビバップがあって、で、それと同時にまあ歌謡曲みたいな感じで捉えていいと思うんですけど、リズム&ブルースっていうまた、まあ、R&B ですよ。R&B。うん。R&B っていうのが、ここで生まれてくるわけですね。はい。まあ、こういった流れが、昭和の日本の音楽にもまた使われてはくるわけなんですけども。はい。で、そこからまた10年ぐらい経ってですね。まあ、戦後の後の、話なんですが、そうなってくると今度は1950年はこのロックンロールっていうのがこう出てくるわけですね。ロックンロール。で、そのロックンロールの、まあ代名詞というか、まあ有名な方っていうのがまたこのエルヴィス・プレスリーですね。うん。まあ本当にこの辺はすごく有名だと思うんですよね。
まあそのロックンロールのその時の有名なドラマーってなると、多分マックス・ローチとかあの辺なのかな。まあまあちょっと早足でこう説明をしているので、またそういった話についてはドラマーとしてのこの辺のっていうので説明するのはまた次回ですね、ちょっとやりたいなとも思うので、まあちょっとさーっと通るような感じですかね。はい。でまあそんな感じでですね、ロックンロールっていうのがこう1950年代ものすごく流行ったんですけども、10年後の1960年っていうのがですね、これものすごいロックが失速したんですよね。まあそれはなんでかっていうと、まあこの人気 DJ とレコード会社の癒着っていうのがこう問題になったわけですよ。でこのレコード会社がこう癒着したせいで、まあなんだそれみたいな感じになっちゃったんですよね。まあ要するにこのロックっていうのがなんか反骨精神だとかそういうようなことを言ってるのに、まあこんな感じで商業の方に走っちゃったから、なんかみんなそのロックね、なんかもうちょっと気合い入れろというか、なんかちょっとかっこよくやってよみたいな、そんな感じだったんだと思うんですけど、まあそれがちょっとね、なんかよくあんまり見えなかったんでしょうね。はい。でそれに対してフォークソングっていうのが流行り出すんですよね。はい。でその音楽の歴史から見るとですね、この1960年代からこの先っていうのはものすごいロックがですね、いろんな形に動きますね。まあそれの代表的なものっていうと、まあ、ビートルズ出てきます。ここからですね、ビートルズで、このビートルズのこのドラマーっていうのがこのリンゴスターなんですね。リンゴスター、昔 CM とかでなんかすりおろしリンゴか何かの CM の時にリンゴスターって出てきましたね、本人が確か。まあ、このリンゴスターっていうこのドラムのドラマーはですね、ロックでドラムソロっていうのをやり出したみたいなことをなんかドラムマガジンかなんかで見たことがありますね。はい。なので結構大きかったと思うんですよね、リンゴスターのこの登場っていうのは。はい。でまあその後ですね、1960年代からその1970年代そのようなあたりでいろいろなロックが出てきますね。サイケデリックロックであったり、プログレッシブロックですね。まあプログレって言われるやつです。でフォークロック、ブルースロック、ね、ハードロックで、結構ハードロックっていうのはですね、まあ、この世代結構いろいろ出てきますけども、有名なバンドというならばここはやっぱあれなんじゃないですかね、レッド・ツェッペリンとか。でこのレッド・ツェッペリンの、ドラマーっていうのがジョン・ボーナムなんですね。まあ、ボンゾとも呼ばれますね。もうちょっと見にくいかもしれないですけど、はい。でこのジョン・ボーナムっていう人はもう結構そのロックの、ハードロックというかもうロックの中ではものすごく重要なドラマーさんで、でもう本当ロックのその音というかそのスタイル、まあそのフレーズとかっていうのをほとんど一人で確立したっていうようなことを言われてますね。でこのジョン・ボーナムがですね、好きだったドラマーっていうのがこのジーン・クルーパーになるわけなんですよね。ジーン・クルーパーで、この辺のハードロックのドラマーの人っていうのは本当みんなジーン・クルーパーが結構好きなんですよね。キッスってバンドいるじゃないですか。でそこのドラムの人もジーン・クルーパーに直接教えてもらったりだとか、もう本当すごい人気だったんですよ、ジーン・クルーパー。だからもう本当ドラムヒーローだったんですよね。だから本当にこのドラマーっていう中で語らないといけないのは本当はこの人なのかもしれないですね。はい。僕はこの2人の中でどちらが好きかっていうと、どっちかというとバディ・リッチなんですけども、まあこのジーン・クルーパーというこの人の音というか、いろんなフレージングとかっていうのもすごくなんかいいなって思うんですけどね。ただこの2人で言うと僕はバディ・リッチの方が好きかもしれないですね。はい。でまあこういったロックのこのいろんな種類のね、なんかジャンルとか出てくるんですけども、そのジャンルの中でここでまたクロスオーバーっていうですね、言葉が出てきます。でこのクロスオーバーって何かっていうと、まあロックであったりジャズであったりとかそういったものがですね、グッてこう混ざったような、
もう本当ミックスされたような感じの音楽性というか、まあ、そういうものがこう出来上がっていったと。でその時の、ドラマーっていうのが、まあ、あのこういった人たちですね。スティーブ・ガットであったりとか、まあ、ちょっとビニー・カリオタ、デイブ・エッグラもうちょっと後だけど、まあ、そういったような人たちですね。まあ、他にもいますよ。クロスオーバーのこう有名な人たち。まあ、この3人は僕が好きだからっていうので、ここは挙げさせていただいてますけども。まあ、本当、フュージョンのそのドラムっていうのを、まあ、本当形作った人ですね。まあ、前半、中期、後半みたいな。うん。でちょっと毛色は違うんですけども、まあ、こういった中にいたのもデニス・チェンバースっていうドラマーもいましたね。まあ、本当すごいです、この人は。はい。今でもちゃんとやってますし、どっちかっていうと、ファンクとかそっち寄りだったんですよね。なんか、80年代とかのそういったのディスコからの流れるような感じのジャンルというか、まあ、そういうようなファンキーなドラムの人なんですけど、まあ、この人も重要人物なのでちょっとここに挙げさせていただいてますね。はい。でまあこうこの辺ってもうものすごくもうごっちゃごちゃしてるんですよね。で本当いろんな形でドラムっていうのがすごく進化したっていうのがこの辺なんですよね。いろんな叩き方というかいろんなものが開発されていったっていうような感じですね。はい。で時代の流れっていうと1980年代ぐらいからパンクですね。で、まあ、ディスコミュージックが流行るわけですよね。まあ、いわゆる、その、アース・ミナド・ハイはもっと前だけど、まあ、ディスコ系っていうと、もともと西城秀樹さんとかが歌っていた、ヤングマンとか、ああいうような感じのやつはもともとディスコのやつなんですよね。ビレッジ・ピープルっていう人たちですね。で、それの YMCA っていう曲で。で、まあ、そういうようなとこ、がディスコですね。まあ、こういうのが流行ったと。はい。で、その80年代から、まあ、そのパンクっていうのも、まあ、ちょっといろいろセックスピストルズっていうバンドがいるんですけども、そのバンドが解散しちゃって、そのパンクっていうその人たちはもうなんか、ニューウェーブっていうような音楽にちょっと変わるんですよね。デビッド・ボーイとか多分その辺なのかな？ちょっとまあ、わかんないですけど、まあ、確かそうだったと思います。で、まあ、1980年代からの後半ぐらいから何が起こるかっていうと、まあ、CD っていうのが登場するんですよね。まあ、今までこの辺ってほとんどレコードですから。うん。で、後で、まあ、CD とかになったりとかってのもあるんですけども、まあ、本当80、まあ、70、80、90っていうこのあたりっていうのが、まあ、一番ちょっと、そういう面では、いろいろごちゃごちゃしてる感じですね。まあ、何度も言いますけども。で、まあ CD が登場して何がこう流行ったかっていうと、ワールドミュージックが結構流行るようになってきたんですね。まあ、ラップ系であったりだとか、まあ本当、今までこういったあの流れとはまた別の音楽性がちょっと流行るようになってきたんですね。で、まあそれと同時にいろいろなあの音楽っていうのが変化を遂げるわけですよ。ハードロックっていうのがヘビメタになったりするわけですね。まあこの辺からまたヘビメタはヘビメタで、またいろいろまたジャンルっていうのが派生していくんですけども、まあちょっと今はこういう感じでいきましたってことですね。で、まあ90年代とかになると、まあ90年代、まあ80年代後期かもしれないです。で、マイケル・ジャクソン出てくるんですね、ここで。もっと前なんですけどね、ちゃんと出てくるのは。でもまあすごく人気になってヒットしたのは大体この頃。で、その1990年代になるかなならないかなぐらいだったと思うんですけど、ニルバーナ出てきますね。カート・コバーンね。で、まあ、ニルバーナとかっていうそのグランジとかがいろいろこう流行って、で、まあ、そういったのを経てですね、めちゃくちゃ端折りますけど、まあ、この2000年代から後っていうのが、まあ、エレクトロ系なんですよね。まあ、電子音楽が結構ものすごく強く出てきた、そんな時代でもありますね。はい。まあ、ちょっとエレクトロっていう中ではちょっと違うかもしれないですけども、まあ、ジョジョ・メイヤーっていうドラマーがいてですね、このドラマー、まあその打ち込みっぽいことをですね、人力でやるっていうものすごい人ですね、この人は。まあ人力ドラムンベースだとか、まあそんな感じで言われてるような人ですね。はい。で、その後、まあ日本での話ですが、インディーズブームがその後起こったりしますね。で、アメリカはもうその後はどうだっ
ったっけな、またちょっとパンクっぽいのが流行るんだったかな、まあそんな感じですね。でまあドラマー界ではあの2000年後ですけど、まあ2010年とかもうちょっと新しくなってくるんですけど、このゴスペルチョップっていう言葉が出てくるんですよね。でそのゴスペルチョップっていうのの有名な人がアーロン・スピアーズって人ですね。一番ちっちゃいですけどね、ここ、うん、まあまあまあこういう感じであのあるわけなんですよ。はい、まあざっとこういう感じでそのドラマーというか、まあいろいろとねこういった歴史があるっていうことなんですよね。はい。でまあこのね最後にちょっとだけ豆知識なんですけども、さっきこのラディックっていうこの人を語ったんですけど、もうほんとこのラディックっていうこのドラムのブランドっていうのはもういろんな人使ってますね。まあこのレッド・ツェッペリのこのジョン・ボーナムっていうのもラディックですし、で、まあ、このハードロックの中で、あとディープ・パープルっていうバンドがいて、あのハイウェイ・スターとかそういうところの、ドラムの人イアン・ペースっていうんですけど、その人の使ってるのもラディックですね。でバディ・リッチもあの昔あのラディックを使ってた時もありました。はい、まあ、この辺はちょっとねなんかいろいろと使ってたみたいですけども、でそのラディックっていうこのですねブランドっていうその音っていうのがもうほんとそのドラムの中でもう完璧な音をしてるというか、もうずっとこればっかりみんな使ってたんで、もうこの音がものすごくやっぱ好かれてたんですよね。なのでやっぱりレコーディングとかではあのラディックを使ったりとかやっぱしてたみたいですね、スティーブが、うん。まあ、この人はあのヤマハの人なんですけどね、ヤマハのドラムを使ってるってことなんですけども、まあおそらくあれはラディックの音してるなっていう感じですよね。あともう一人ちょっと忘れてたんですけど、トトっていうバンドがいるんですね。そのトトっていうバンドのドラムのジェフ・ポーカロ、まあ、この人はものすごいね、あのもうグルーヴといえばもうジェフ・ポーカロっていう言われるぐらい、まあこの人もものすごいので、ロザーナシャッフルとか有名ですね。まあ良ければこちらも聞いてもらえたらいいと思います。はい、こんな感じでですね、説明の方をさせていただきましたけど、まあちょっと、早足だったし、ちょっと画面汚いし、ちょっとね、どうかなとは思うかもしれないですけども、まあちょっと今回説明の方をさせていただきました。はい。もしあのこの動画を見てですね、なんかこういうことももし説明してくれたらなとか、もしなんかあればそれちょっと調べたりとかしてですね、こういった説明の方とかさせていただけたらなと思います。はい、まあ、本当こういうことをするのが初めてなので、あんまりちゃんと説明できたかわからないですけども、またあのこういうことを僕自体がですねやりたいんで、またやらせていただきます。それではもしよかったりとかねしていただけたら、まあチャンネル登録や、高評価などをしていただけるとものすごく嬉しいので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、またどこかでお会いできることを、願っております。はい、それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。